皆さんこんにちは。フォレスト出版チャンネルのパーソナリティを務める土屋義輝です。本日はですね、編集部の森江さんと寺崎さんとともにお伝えしていきます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はハッシュタグ企画の環境にいいことというテーマでお届けしたいと思うんですけれども、いやこれ一番難しいね。そうですね、なんかやってます。一応ね、紙の消費を減らすっていうのは一応意図的にやってるところもあって、うんうん、一回ね、ゲラの構成をね、うん、徹底して iPad でやってみようっていうことが一冊だけやってみたことがあるんですよ。うん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 、でこれは、まあ、僕持ってちっちゃめの iPad なんで縦組みはきついんだけど、うん、横組みの本だったらできるって分かった。なんとかなった。なんとかなった。グッドノートっていうアプリがね、すげえ使いやすくて、うん、それ赤いレールができる。できる。でこれもね、中国製のサードパーティーのペンだとね、うん、全然ダメなんだけど、うん、もう赤字入れるところずれちゃってね、うん、アップル純正ペンだと、うん、すごいもう本当に、あ、紙と変わらないくらい、あ、本当に拡大したりできるし、はいはいはい、拡大して入れたりとか、結構ね、あ、これはありだなと思った。それあれも DTP の人は嫌がらなかった、別に。いやもうそれね、 PDF 上に赤字入れるから、うん、その PDF をそのまま送ればいいの。ああなるほど、うん、それはそれを送って、あ、そっかそっか、あ、そういうことか、そっかそっか、まあどちらにしても PDF で送るから、うん、赤字はいいのか。そうなんですよ。なるほど、あ、それはいいですね。普通はですね、会社としてはあれですよ。そうですね、まあ今のつながりで言うと、我々もホームページとか修正とか入れる時、昔はこう紙で出してそこに赤字入れて PDF 送ってたんですけど、はい、そういうのを今アウンとかっていうサイトがあって、そこに URL を打ち込めると、うん、そのサイト自体の直接修正ができるんですよ。なるほど。そういうのに変わってたりとか、あとはあれですよね、社内で言うといろんなペーパーレス化っていう意味では、うん、まあそのなんか会議資料だったり、うん、あの契約書を電子化したりとか、そうですよね、まあ、なんかそういうのやってますよね、うん、そうですよね。まあだから紙、そうね、紙を使わないっていうのはあるよね。ああ、確かにね。あとまあ無理やり編集者っぽい話で無理やり言うと、うん、あの文房具とか前は、うん、結構輸入物とかね、うんうん、書店に行くとなんかあれこれつい買ってたんですけど、うん、なんかやっぱりコロナ以降なんか物をあんまり多く使うのってかっこいいよくないなみたいな、うんうんうん、風潮あるじゃないですか、うんうん、なんか買って忘れみたいな、うん、僕はもういいね。ボールペンはね、ゼブラサラサドライっていうものに、ね、あの一択で落ち着きました。なるほど、うん、俺もだから一応ボールペンはレフィルにはしてるけどね。レフィルがこうやってレフィルの切り替えるやつね。切り替えるやつ、外側買わないで、うん、そう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 、うん、そうだね。これだからもう、いやこれ編集者っていうのもあれになっちゃうのかもしれないですけど、前の会社で作った本のことでちょっと一ついい、うん、で、あの普段家とか建てたりとか家具とかを作る時の切ったらあの木、あの山から切ってるじゃん、うん、そうするとさ、すぐ使えないっていうの知ってる？あ、乾かせたりする。あ、そう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 、うん、で乾かさなきゃいけないんだけども、その乾かし方がすごい問題で、乾かしてすごい早く乾かせたいから、テープ越しっていうのはまあいい方なんですけど、うん、だから業者がもう高温で100度ぐらいでうわーっつって乾かして、うんうん、で使おうとするわけで、でそれはでもあんまり良くなくって、っていうのは結局木が死んじゃうんだよね、中の酵素が、うん、でそれをですね、ある志村坂上にあるある電気屋工事屋のおやじさんが、うんうん、45度で木を乾かしてもその酵素、木の酵素が生きたままの板っていうのをね、出せる乾燥機を、ね、開発してる、うん、でそれ船津俊介さんというあの環境ジャーナリストの方に、その方のことを書いてもらった奇跡の杉って本があるんですけど、でその杉ってほら日本にいっぱいあるで、あれって杉って厄介者って言われてて、でもうなかなか乾かないんだって、あれで乾かないし、まあ杉花粉とかなんとかっていう、まあいろいろ悪いイメージあるじゃん。でその杉っていうのは本当は学
術名でいうのなんとかジャポニカっていうんだよ、杉って。だから日本の木、日本のグールにあった木であるんだけども、それをなかなかこう木材として家具とかその家とかに使えないってことを言われてたんだけど、その乾燥機、その内村坂上の親父さんが作ったあの乾燥機を使うと一気に乾いて、時間かかるず乾いて、しかもその酵素が残ってて、で使える。だからすごいあのアレルギーとかもなんない、ハウス出す、なんかあるんじゃない、あるね、あるね、アレルギー、ああいうの、そうそうそう、ああいうアレルギーとかも起こらないって、これね、すごいね、環境に優しいね乾燥機をね、木材乾燥機を作ったね親父さんの本を作ったのよ、伊藤さんというね、愛工房っていう、あのそう、あのそう、事務所というかその乾燥機会社なんだけど、そう、その話を聞いた時すごい、あのあ、これは相当いい、あの環境なんていうのか、保全というか、につながるなっていうのは思ったっていうのは経験としてはあるね。なるほど、うん。だから今だから普通に家だから、その人と出会った時に、あの今家であのちっちゃなその本棚とかこういうあれとか、そういったものには使ってるやつは何個買ったりとか、して使ってるんだけどね、全然あれよ、あの悪くならない。あ、本当。いや、木が生きてるから。なるほど。っていう、そんなような本は作ったことある。この伊藤義則さんっていうその親父さんはすごい工事屋なんで、電気工事屋なんだけど、すごいものを開発したなっていう感じ。ど素人なのに。そう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 。そんなような話で、環境にいいことっていうと思い出すと、俺はすぐ伊藤義則さんを、作ったものを思い出すと。思い出す。いいことなんだ。なるほど。あれ森さん、マーエコバッグって使ってる？エコバッグ？使ってない。俺もう全然普通にレジ袋。あ、本当？うん、使ってる。俺もだから有料化以降はもう使ってるよ。すごい。バッグ。で、いやだからさ、袋どうしますかってさ、袋、いやお願いしますって。なんか俺はね、環境を意識してない反エシカルのやつだと思われるんじゃないかって。あ、それは感じる。あるでしょ。でもそれも無視。一応だってお金を払ってるわけだから、そこで一応言い分じゃない。まあね。って思うんだけど、まあ、ただでもらってたらなんかすげえ罪悪感感じるけど、一応サイレンとか払ってるじゃん。だから一応そこは言い分にしてる。カルディとか高いでしょ。ああいうあのカルディがああいう来るでしょ。高いよカルディ。ちょっと環境イズムみたいなのも感じて、あ、ね、ハラスメント？ハラスメントまでいかないですけど、その社会的に環境を良くすることは何よりもいいことだっていうのはちょっと感じたのが、あの紙ストロー、スターバックスでこの間紙ストロー久しぶりにスターバックス入ったんですよ。で、あんま行かないんだけど、あの著者と打ち合わせの待ち合わせで、スターバックスで久しぶりコーヒーフラピチーノ飲んだんですよ。そしたら紙のストローあるじゃないですか、なんか美味しく感じないんですよね。なるほどね。まあ普通のあのプラスチックなのかな、ストローの方が絶対美味しいのになと思って。フラピチーノは特にそうかも、なんかね、そう、なんかボソッとしてるの口触りが。それどこなのかな。なるほどね。そこの部分の反、まあそうだね、まあでもなんか実際問題だから、例えば本当にそのビニールとか袋よりも問題なのは、アスファルトにこうタイヤあるじゃん、タイヤ、あの車のタイヤ、あれがね、どんどんやっぱ削れてもう細かくなって、それが結局川に流れて、で海に汚染してるとか、そっちの方がよっぽどあれらしいよ。なるほど。でもね、その事実って知らないくせに、ビニールそうあれすることはいいことだみたいな、エコバッグが、エコバッグ よっぽどその車のタイヤの方がやべえっていう話は、木を見て森を見つっていうことだ。そうなんです、うん、だって割り箸だって別にあれ間伐材だからいいんだからね、あれ、とかね、そういろいろなんか誤解があるよね。そんな偉そうなこと言ってるけど、全然環境に優しいことっていうのはしてないのでね、あんま偉そうなこと言えないんだけど、まずはエコバッグ買ってください。エコバッグ買うわ。はい、はい、じゃあまた行ったところでいいですか。大丈夫です。はい、はい、ということで、今日は環境問題、環境についてですね、お伝えしました。
はい、ということでここまでとさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。フォレスト出版チャンネル知恵の木を植えるラジオをお聞きいただきましてありがとうございます。音声プラットフォームボイシーでは平日毎日新しい放送を公開しています。ぜひボイシーのフォレスト出版チャンネル知恵の木を植えるラジオをチェックしてください。